カノタダオ。隣は、マブチ一前列左端に宮本信人、と、中央の着物姿は、宇つ川根わ蔵の九百1929年、カノタダオ10月24日から1945年7月15日。消息不明は、東京生まれの博物学者。理学博士で、昆虫学者、探検家。業績は多岐にわたり、生物地理学者、文化人類学者。 民族学者、または近年では、ナチュラリストなどとしても知られる。台湾を中心に、東南アジアで様々な研究調査活動を行い、第二次世界大戦終戦直前の1945年夏、ボルネオ島北部で、行方不明になり、消息を絶った。当時38歳。主な著書に、山と雲と万人となどがある。陸軍省から、 ボルネオの民族調査の依頼を受けたカノは、1944年7月、妻と二人の幼子に見送られ東京を立ち、8月には北ボルネオに入っていた。翌1945年、戦況がいよいよ悪化し彼らにも緊急で現地召集がかけられたが、木縄単岸川上流地域の調査で密林に分け入っていた彼らは、同年7月10日に、 キナワルさんを望む内陸の町、タンブナンに入ってようやくそれを知らされた。同年7月15日、司令部のあったサボンへ帰るため、助手の金子里志平と同行の原住民3名を連れてタンブナンを出発。だが、これを目撃されたのを最後に、消息は不明となった。また、別資料では、この出発後、 空襲を受けた直後の県人ガウの町にも立ち寄っていたとするものもあるが、その後消息不明。カノの消息を説明する仮説は、当時から主に二つ存在していたとされ、一つは、当時日本軍に対するゲリラは各地に出没しており、彼らに襲撃された可能性が高いとする仮説、もう一つは、逆に日本軍側の憲兵に撲殺されたとする仮説がある。ただし、 いずれの説も当時の混乱の中、数少ない証言と噂や憶測をもとに形成された仮説で確証は得られない。また、戦後からは生存説も信じられていた。その他論文多数、ありがとうございます。